あれから1日 経ちました。で、まあ、来た工程は全部ね、やり直しまして、で、この辺にハーブあったんで、この辺のハーブ取って、で、セーブポイントで、ちゃんとここでセーブしてきたんで、すぐに何回でもやり直すことはできます。来た道のアイテムは、多分ほとんど回収できたと思います。で、皮下希望もね、今、もうゲットして、キーピックは置いてきたので、じゃあ、皮下希望で、これを開けると、イベントがね、多分進むと思うので、ここから、すいませんね、ここからやり直しますよ。はい、開けました。開けると、はい、後ろにね、気配が。貴様は？ごめんね、これ、また見る羽目になるけど、付き合ってね。おいおい、落ち着け、俺はゾンビじゃねえ。アンブレラのバイオハザード対策部隊、カルロス伍長だ。お嬢さんは？私はジル。あなた、アンブレラの隊員なの？これ、ごめんね、全く 私も呼びよう。もう一回ね、また見せるから、カットしないから、ここは。めたくそにされちまったかな？なんだべ？はい、ここがね、そう、俺の過ちはこの瞬間だったんだね。そう、この瞬間が僕の過ちでした。地下へ逃げ込むべきだったんだね。地下へ逃げ込みますよ、今回は。さあ、こっちよ、早く。あのでかい図体じゃ、はしごを器用に降りることはできないだろう。なんだべ？すげえ、下は下でパニックか？胸元えぐられて死んでるって。ちょっとさ、敵追ってきてるか分かんない。水の流れる、なんていうの、音量でかすぎて、あと変な BGM 鳴ってるから、多分パニックなんでしょう。いや、水が満たされるか、冷凍庫のようだ。じゃなくて、どっか扉ないか？水水水、このダクトか？ここから行くしかない。すまぞ、肩借りる。よいしょ。お前見たな、今。そのアングルは。さあ、こっから行けば、あのでかい図体のやつは通ってこれないはずだ。危なかったぜ。聞きたいことがあるわ。デートの時にでも話すってのはどうだい？なんだこいつ。知りたいのはアンブレラが部隊を投入した理由よ。市民の救助さ。虫が良すぎるわよ。こんな事態になったのはアンブレラのせいなのよ。おいおい、俺らはただの傭兵だぜ。飼い犬にフリスビーを加えて来させる理由をご主人様が説明すんのか？俺たちもいくら雇い主のこと叩いたって何も出ねえぜ。今なんで2人ともフリーズしてたんだろうね。 いや、この時間。だから、俺たちが民間人の救出を任務にしてるってのは本当だ。もし信じる気になったら合流しろ。よく考えるんだ。待て、俺ここのゾンビはさ、やっつけたはずなんだけど、湧いちゃったね。まあ、仕方ないか。それともたもたしてると、ガタいい人も来るかもしれないんで。待て、レストランのなんか、ちょうど皮下希望を使ったあたりに、前回ジュラルミンケースがね、落ちてたと思うんですけど、それ取りに行ったらいるかな？いるよね。 あ、でもセーブしてるから、死んでもやり直せっから。 ゲーム脳ですね。こりゃ問題だわ。香川県でゲーム規制されるわけだわ。 いやー！ ダメ。逃がして、死んだ。もうやだ。助けて、香川県民。何回かね、やったんですけど、どうやら、ここ食堂を爆破させるルートじゃないと、
ここにジュラルミンケースがね落とされないんじゃないかと。爆破の衝撃で多分あのでかい男が落とすんだと思うので、爆破ルートで行くことの方が大切だと思います。それとね、アイスとしっかり戦闘してみたんだけど、ショットガンを7発ぶち込んで、ハンドガンも数発ぶち込んだけど、全くなんか倒れる気配なかったので、あいつとは戦闘しちゃダメだと思いますね。とりあえずここは爆破ルートで行きましょう。来たな。これこれ、ここは絶対に爆発でやんないとジュラルミンケース落ちないと思うから、食堂に隠れましょう。あいや、これ何回も何回もやればね何回もやれば覚えるから、死に覚えゲーじゃないけどはい、ここで爆破。でもこの衝撃で、あの追いかけてきた大男がねジュラルミンケース落とすんだよ。なんて無茶しやがる、丸焼きになりてえか。ただこのまま一緒に逃げちゃえばいいんだけど、いやここで、え、こいつ機関銃みたいなの持ってんな。あ、時間で立ち上がんのか。ここで2人で戦ってみよっか。カルロスやれよ、ほら。いたたたた、オッケー、危ない。2人で戦えば、うわ、倒した、倒したけど音楽止まないっすね。ただどっちにしろ今しかないと思うんだ。これゲットして、イーグルパーツ取った。これはこれ強い、これ絶対強い。しかにこれで逃げ込めば、うわ、今回は天才のそれか。あ、でもここ水が来ていませんね。冷凍庫、ここから、あ、水で溢れてないと上から行けないってか。水で浮き上がってダクトに手伸ばしてた感じだったんだね。いや、どうするいや、もうカルロスも動きないもんねいや、ジルなんで下降りたんみたいな顔してるもんな。とりあえずイーグルパーツゲットして、下に降りてきちゃったの僕のミスなんで、まあ俺が先に上がるからカルロス後ろついてきて、ジルの後にはしごを上がれるなんてご褒美ですからアングル的にね。さあ、いやー助走つけてた助走をつけてたんだけどあれやれやれやれ、戦ってもらおっか。このままボコボコにされてんねいや、もう行っちゃうわ、ごめんなすげえ戦ってるもんあんまぼーっとしてるとね、カルロス死んじゃうと思うんだよねヘトヘトになってるわ。ただどっちにしろ、やつは追いかけてきますよ。How kind of you. Considering Umbrella caused all this in the first place, those liars. やつをちゃんと気絶させられるまで戦ってもらってた方が良かったかな。Hired hands. とりあえず、いや、もうやばいから。No time for talking. If you can believe me, then join us. 信じる気になったら合流しろ。Think about it.わかったわかった。いや、先に逃げやがんだよな、こいつ。来るんだよ。来た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 。やばいやばい。え、ここ、辛くないここ辛くない、だって、ここ追いつかれるでしょ。来た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 。これ先に進んじゃうか。ちょっとごめんね、今回先に進んでみるパターンでいきますけど、ここゾンビとかいたら大変だし、 BGM ちょっと怪しいから、やっぱりまだ追いかけてきてると思われますね。
出て右側に行って、ここニュースペーパーオフィスに走ります。多分追いかけてきます。ただダッシュする足を止めなければ。ここ入って音楽止まないようだったらちょっとまずいな。てかゾンビいるかもね。音楽止まないね。ちょっと辛くないか。ここ鍵かかってるしね。しかもどこまでも追いかけてくるわ。負けないのかな。負くことができない。ここをどうやって行くんだろう。すごい難しくなってる。ここにいれば大丈夫かな。多分ダメでしょうね。殴られて終わるか。いや、このはしご多分どっかに押すんだな。押して入ってきたらこのはしごに上がろう。ここ右側の通路に押すんだと思うけど、シャッターがかかっ、あー、あの自動販売機の上かな。なんかあるね、自動販売機。あ、公衆電話の上か。多分これであと自動販売機の方に押せば。いやー、 BGM やまないから入ってきますね。ここ密室だから入ってこられたらまずい。いや、外で待ってんのか、もしかして。これなんだ、写真ビュー。おー、すごいすごい、叫んでる叫んでる。 CD のジャケットみたい。ゾンビの表情が大きく映されてる。うん、写真の裏には特ダネとある。なるほど、いいニュース撮ったぞみたいな、そういうことね。壁に写真とかあるけど、うわ、ここはやばいな。入ってこないよな、さすがに。叫び声聞こえた。外で今叫び声つか、うめき声つか、吐息というかため息というか、なんか聞こえましたね。救急スプレー。必要だろうみたいな、今のジルに必要だろうっていうことでしょうね。結構アイテムあるな。インクリボン必要だろっていう。なぜこまめにセーブしたいだろうっていうことなんでしょうね。だって外行ったらいるんだもんね。ちなみにここセーブポイントじゃないから、 BGM も不穏な BGM が流れていますし、どうでしょう、外に出て、ね、ここもほら赤くなってるってことは多分通れないってことでしょう。多分どっか何か謎が、そっか、クランクか。クランクどっかで使うんだったな。クランクどこで使えるかわからなかったから、まあどちらにせよ多分ね、この駐車場のオフィスまでは全力で戻んなくちゃいけないんで、頑張って駐車場のオフィスまでダッシュしてみます。ダメージもらったら救急スプレー使えばいいし。いや、助走つけてっから気をつけろよ、もう。すげえ助走つけてんだよな。使っとくか。危ねえ、これ怖いねー、これ怖いねー。ここから純粋に鬼ごっこ。来た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 。ここは平気、ここは平気。この先ちょっと難しいよ、このラジコン操作だと。ごめんね、こんな鬼ごっこ動画になると思わなかったわ。引っかかってる引っかかってる。よしよし、ドア2枚分差をつけたから。いや、ここのね、パレットぶら下がってたやつは俺撃ち落としちゃったんだよな、ここやるとき。来てる来てる来てる。 BGM やまないから来てるね。あ、でもここってセーブポイント、セーブのできるオフィスを経由するんで、こっから先には来られないんじゃないかな。はい、セーブポイント来た。一旦ここでセーブしてみよっか。多分ね、
このセーブポイントに敵が入ってこれないっていう特性を生かすと、こっちのドア、そこの先にはあの追跡者は来れないと思いますので、ここでセーブしておくと強いかもしれないね。やったやったやった、よしよし。あ、猫のパーツ、これ何に使うんだろう。ちょっとセーブする前にこれの説明を読んで調べる。武器のパーツセット、スコープとスライド、これだけで武器を作るんだ多分1から。まあイーグルって書いてあるってことはデザートイーグルかな。まあ、武器を作りたいって書いてあるので、そしてあとクランクね、クランクこれ次回忘れないようにもう今のうちから持っておいて、でインクリボンを取り出しました。ショットガンの弾もね忘れずにリロードしておきましょうか。 OKOK、 ここでちゃんと万全にしてセーブしとこう。こういうこと、よし。救急スプレーも持っていますので、今回じゃでまたこのセーブポイントに戻ってきちゃったけど、今回ここでセーブして次回引き返してクランク使える場所探したいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあさようなら、バイバイ。